浜野県は、日本の政治家、東京都品川区長、神奈川県茅ヶ崎市出身、聖火は骨董屋。1973年、早稲田大学第一政治経済学部卒業。同年、品川区役所入所。総務部職員課長、関西院事務局長、企画部長を経て、2000年に品川区助役に就任。 2006年8月21日、品川区長の高橋球児が在任中に死去。高橋の死去に伴い10月8日に実施された品川区長選に自民党、民主党、公明党、社民党の推薦を受けて立候補。元都議の内藤なお、元区議の桜井慶子ら4候補を破り初当選を果たした。2010年、日本共産党推薦の候補者を破り再選。 2014年、共産党推薦の候補者を破り参戦。投票率は、過去最低の23.22%。高橋区政を引き継ぎ、区内の小中学校の一貫校化に尽力した。2018年2月21日、任期満了に伴う区長選に4選を目指して、立候補する意向を表明した。その後、元安倍晋太郎秘書、元自民党都議の佐藤博彦と、 西本隆国議が立候補の意向を表明。佐藤は立憲民主党、日本共産党、自由党、都民ファーストの会の推薦を取り付け、羽田空港の新ルート安定会を公約とし、西本も羽田空港新ルート反対の姿勢を明確に押し出した。同年9月30日執行の区長選は、現区政の批判票が佐藤と西本に割れたことにより、自民党、 公明党の推薦を得た浜野が4選を果たした。当日有権者数322,699人、最終投票率32.71%。ありがとうございます。